フアンロマンリケルメは、アルゼンチンブエノスアイレス州ティグレパルティードドン、トルクアト出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元アルゼンチン代表。現在は、ボカジュニアーズ副会長。1996年にボカジュニアーズからデビュー。2002年に、スペインに渡り、FC バルセロナとビジャレアル CF でプレーした後、2008年には、 フルスボカジュニアーズに復帰した。アルゼンチン代表としては、コパアメリカ1999、2006フィファ、ワールドカップ、北京オリンピックなどに出場した。アルゼンチン年間最優秀選手賞を4回受賞しており、2001年には南米年間最優秀選手賞を受賞した。リケルメ自身ほぼ自分のポジションから動かず、 自らの出す極めて精度の高いパスで味方選手を動かすという現在のサッカー界ではほとんど絶滅してしまったプレースタイルの持ち主でありその古めかしさからしばしば恐竜というあだ名で呼ばれているブエノスアイレスの北部郊外にあるティグレパルティードの貧困者が多く住む町の質素で貧しい家庭に11人兄弟の長男として生まれた リケルメの誕生日はアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップの大会期間中であり、翌日の6月25日にエルモヌメンタルで行われた決勝では、マリオ・ケンペスなどの活躍によりアルゼンチン代表がオランダ代表を破って優勝を決めた。地元のドントルクアト市からほど近いサンフェルナンド市で、サッカーをはじめ、1992年に AA。 アルヘンティノス・ジュニアーズのジュニアチームのトライアルを受ける機会を得た。アルヘンティノスではセンターハーフとしてプレーし、ユースチーム時代にはボカ・ジュニアーズや CA リーベルプレートから注目を浴びた。1995年、アルヘンティノスの U-20 チームからボカの U-20 チームに移籍し、アルヘンティノスには移籍金80万ドルが支払われた。 ボカでトップ下に転向した。トップチームのカルロスビラルド監督に見出され、1996年11月11日、CA ウニオン戦でトップチームデビューし、2週間後の CA ウラカン戦ではトップチーム初得点を挙げた。1998年にはカルロスビアンチ監督が就任し、背番号10を手渡されてレギュラーに定着。 アペルトゥーラ1998でリーグ戦、自身初優勝を飾り、クラウスウラ1999でも優勝して1998から99シーズンは、全高規制派を遂げた。2000年のコパリベルタドーレスでは、ラウンド16で、CDL ナショナル、準々決勝で、リーベル、準決勝で、クラブアメリカ、決勝で SE、パルメラスを下して、 南米王者に輝いた。アペルトゥーラ2000でも優勝したほか、同年末に日本で開催されたトヨタカップではレアルマドリードを下して優勝し、2000年は国内外で3冠を達成した。2001年にはコパリベルタドーレスで2連覇を果たしたが、インターコンチネンタルカップではバイエルン・ミュンヘンに敗れて2連覇を逃した。ボカでの在籍期間の終盤には、 マウリシオマクリ会長との確執があり、ヨーロッパのクラブへの移籍を要求して、リーグ戦出場を拒否する行動に出た。2002年11月後半、移籍金1100万ユーロで、スペインの FC バルセロナに移籍した。この契約直前には、弟の誘拐事件が起こり、リケルメ自らが、解放交渉を行った。身代金を支払って、弟は解放されたが、 この事件が、ボカ対談の理由の一つであったと後に語っている。バルセロナでは、背番号10番を渡されたが、ルイ・ファン・ハール監督は、リケルメの獲得を、政治的な契約であると語り、彼を冷たくあしらった。出場機会は少なく、不慣れなウィングとしても起用された。その多くが途中出場だったために、ボカ時代のプレーからはほど遠く。 トップチームでのポジションを失っていった。コパデルレイ要員となり、珍しく先発で起用された、UEFA チャンピオンズリーググループリーグのクラブブルヘセンでは、決勝点を挙げた。ファンハール解任後に就任したラドミル、アンティッチ監督からも信頼を勝ち取れず、不本意な成績で2002から03シーズンを終えた。2003年夏にはロナウジーニョが加入したことで、 背番号10番を剥奪され、EU 外選手枠を超えたためにトップチームの練習から締め出された。戦術面では相入れないリケルメとファンハールだったが、プロフェッショナルだなと思ったのは、一旦クラブの外に出たらとても親切に接してくれたこと。長男が生まれた時は、直々に出産祝いのプレゼントをくれたんだと振り返っている。 ビジャレアル時代のリケルメ2003年8月、同じプリメーラディビシオンのビジャレアル CF にレンタル移籍した。ボカ時代にチームメイトだったセバスティアン・バタグリアとルシアーノ・フィゲロアと再会し、さらにビジャレアルにはロドルフォ・アルアバレーナやフアンパブロ・ソリンなどのアルゼンチン人選手も在籍していた。ベニート・フローロ監督がシーズン途中に退任し、 チリ人のマヌエル・ペレグリーニ監督が就任すると、チームのキープレイヤーとして、輝きを取り戻した。2003から04シーズンには33試合に、出場して8得点にし、UEFA カップでは、クラブ最高位のベスト4となった。2004年夏には、本人の希望により、ユニフォームのネームを、リカルメから、ボカ時代に慣れ親しんだ、ローマンに変更。 2004から05シーズンは UEFA カップでベスト8となったほかリーグ戦では35試合に出場して15得点し25得点を上げたディエゴ・フォルラインが得点王に輝いたビジャレアルはクラブ史上最高位の3位となり UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦の出場権を獲得したマルカシは最も芸術的な選手に リケルメを選出し、またフィファ最優秀選手賞にノミネートされた。2005年夏にバルセロナからのレンタル期間が終了したが、ビジャレアルはバルセロナに800万ユーロを支払って保有権の75%を購入し、リケルメと4年契約を結んだ。クラブ間の契約書にはビジャレアルから またクラブに移籍した際に発生する移籍金の25%がバルセロナに支払われるという条項が加えられた。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではマンチェスターユナイテッド FCSL ベンフィカリールと同組となり初出場のビジャレアルはグループ首位での決勝トーナメント進出を決めた。グループ2位にはベンフィカが入り、 強豪マンチェスターユナイテッドをグループリーグ敗退に追いやっている。バルセロナへの移籍金は、リケルメの活躍次第で1000万ユーロまで上昇する、条項が設けられており、1UEFA チャンピオンズリーグでグループリーグを突破する、22005から06シーズンのリーグ戦を4位以内で終える、32006から07シーズンのリーグ戦を4位以内で終える、の3つの場合に、 それぞれ100万ユーロが支払われることになっていたが、ビジャレアルは一のみクリアしたため、計100万ユーロが遺跡金に上乗せされている。UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦では、レンジャーズ FC、準々決勝ではインテルを破り、準決勝ではアーセナル FC と対戦したが、セカンド、レグの終盤に、リケルメが蹴った PK が、イエンス・レーマンに止められ、 スコアレスドローに終わった。ファーストレグに0から1で敗れていたため、2戦合計0から1で、ビジャレアルの敗退が決まった。2006年5月7日に、エスタディオサンティアゴベルナベウで行われた、レアルマドリード戦は、ジネディーヌ・ジダンにとって、レアルマドリードでの最後のホームゲームとなった。試合終了後の記者会見でジダンは、リケルメのプレーを称賛しており、 二人は後衣室への通路で、ユニフォーム交換を行った。2006年9月24日、エスタディオ・エル・マドリガルでのレアル・サラゴサ戦で、シーズン初得点を挙げた。2006から07シーズン前半戦には、他の選手、ペジェグリーニ監督、クラブの首脳陣と確執を起こし、リーグ戦では13試合の出場にとどまり、コパデル・レイでは、出場機会なしに終わった。 ボカへのレンタル移籍2007年2月6月30日までの契約でフルスボカにレンタル移籍した2月17日クラウスーラ2007の CA ロサリオセントラル戦でデビューを飾り3月9日の CA インデッペンディエンテ戦の54分に移籍後初得点となる同点ゴールを決めた同年のコパリベルタドーレスでは 3月22日に行われたデポルティーボトリューカ FC 戦で初得点を挙げた。ボカはグループリーグで勝ち点10を獲得し、グループ2で決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド16では CA、ベレス・サルスフィエルドと対戦し、ファースト、レグの試合開始1分に先制点を挙げて勝ち上がりに貢献。準々決勝では、 クラブリベルタと対戦し、セカンド、レグの61分に先制点を挙げた。準決勝のククタデポルティーボ FC 戦セカンドレグでは、直接フリーキックで先制点を挙げて、勝利に貢献した。決勝では、グレミオと対戦した。ファースト、レグの18分には、リケルメが蹴った、フリーキックから、ロドリゴ・パラシオの先制点が生まれ、十三分には、直接、 フリーキックを決めて、ホームでの勝利に貢献した。セカンドレグでは、後半に2得点し、クラブとして6度目の同大会制覇に大きく貢献。2試合の5得点すべてに絡む活躍を見せ、ファーストレグ、セカンドレグのそれぞれで、マインオブザマッチに選出された。短期間のビジャレアル復帰母会のレンタル移籍期間が満了し、2007年7月には、ビジャレアルに復帰した。 ボカは、リケルメの完全遺跡を希望して、オファーを出したが、8月には、リケルメとの再契約を断念したと報じられた。しかし数日後には、状況が一変し、フワンカルロス・クレスピ会長は、東海内に、リケルメを取り戻す自信を表した。ビジャレアルは、リケルメの遺跡金として、400万ユーロ、ロドリゴ・パラシオ、マウロ・ボセーリカ、 コナタンマイバナの保有権の50%を要求したが、ボカはこのオファーを拒否した。8月30日、アトレティコ・マドリードがビジャレアルに800万ユーロのオファーを提示したが、移籍期限いっぱいまでもつれた、移籍交渉は決裂し、リケルメはビジャレアル残留となった。背番号は8番から16番に変更され、背番号8番は、 ビジャレアルハエ抜きのサンティカソルラに引き継がれた。2007から08シーズン2007年11月26日、2008年1月の遺跡市場で、ボカに完全遺跡することがビジャレアルから認められ、ボカとは2010年までの契約を結んだ。ボカは1500万ドルを支払い、ビジャレアルは2007の08シーズンのリケルメの年俸を支払う。 ボカがビジャレアルに支払った遺跡金はアルゼンチン史上最高額となった。リケルメ自身は2007年末に行われる FIFA フフクラブワールドカップへの出場を希望したが、国際サッカー連盟が定めた選手の登録期限が11月23日であり、大会への出場は認められなかった。それでも日本への遠征には帯同し、裏方として、 チームを支える役回りを果たした。クラウスーラ2008の CA ロサリオセントラル戦で復帰後初出場し、5月4日、リーベルトのスーペルクラシコでは、セバスティアン・バタグリアの決勝点をアシストしたが、クラウスーラ2008では10試合に出場して1得点を上げるにとどまった。4月22日に行われた、コパリベルタドーレスグループリーグの UA マラカイーボ戦では、 10分にフリーキックでガブリエル・パレッタの先制点をアシストしたほか74分にはリケルメ自身がダメ押しとなる得点を挙げた。ボカはグループ2位で決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦ではクルゼロイシートを対戦し、ファーストレグでは6分にアルバロ・ゴンサレスのパスから先制点を決めた。ボカは2試合合合計4-2で勝利し、 準決勝では、フルミネン制 FC と顔を合わせた。5月28日に行われたファーストレグでは、12分にパラシオのパスから得点し、65分には直接、フリーキックを決めた。リケルメは、同大会で4得点を挙げたが、ボカは2戦、合計3の5で敗れて、準決勝敗退となった。2008から09シーズン2008年8月には、 レコパスダメリカーナでアルセナル FC と対戦し、セカンドレグでは91分に直接フリーキックを決めた。ボカは2試合合計後の3で勝利してトロフィーを獲得した。10月、チームメイトのフリオセサルカセレスは母国パラグアイのラジオ局によるインタビューでリケルメのプロ意識について疑問を投げかけ、両選手の対立が明らかになった。カセレスは 全力で走っていない試合もある。彼は現状に満足してしまっているように見える。代表でプレーするときはクラブで見せる、以上のやる気を出しているようだと主張した。リケルメは、フォックススポーツの電話インタビューに答え、彼は、僕が、クラブに、どういう気持ちを持っているのか知らない。試合前には、他の選手と同じように気持ちを高めているし、 北京オリンピックに出場することを選んだから、十分な休みも取っていない。北京オリンピックの決勝後にはすぐに空港に向かって、レコパスダメリカーナの決勝に駆けつけたと述べた。さらに、この話題は、ロッカールームの中に止めておくべきだった。彼は、サッカー界の掟を破ったと付け加えた。10月21日に、エルモヌメンタルで行われたリーベルトの、スーペルクラシコ後には、 カセレスは、対立について、過ぎ去ったことと述べ、僕らの関係は改善されつつあると述べた。アペルトゥーラ2008は、CA3、ロレンソでアルマグロ、CA p グレと三つどもえの争いとなり、ンクラブが12勝3分4敗の勝ち点39で並んだため、ンクラブによる優勝決定戦が行われた。ここでも一勝一敗で3クラブが並んだが、 特殊点差で、ティグレや、サンロレンソを上回ったボカが優勝した。2009年のコパリベルタドーレスは、ラウンド16で敗退した。クラウスウーラ2009は14位と低迷した。2009から10シーズン2009年10月には、年内絶望の怪我を負い、ボカは、アペルトゥーラ2009でも11位という低調な、成績に終わったため、2010年の、 コパリベルタドーレス出場権を逃した。なお、後にホルヘアモールアメアル会長は、リケルメが2009年を無給で働いていたことを、明かしている。2010年4月12日、アルセナル FC 戦で、ボカの3点目を挙げた。2011から12シーズン2011年6月12日、CA バンフィエルド戦で、アペルトゥーラ2011に初出場した。 8月15日の CA ユニオン戦では83分に、ボカの3点目を挙げ、アペルトゥーラ2011での自身初得点を挙げた。ボカは、アペルトゥーラ2011を19戦無敗で終えて、勝ち点43を記録し、4年ぶりにリーグ優勝して、コパリベルタドーレス出場権を獲得した。2012年2月2日、 CBR サンタマリーナ戦でコパアルヘンティーナに初出場し、63分にフリーキックでファクンドロンカリアの同点ゴールをアシストした。試合は PK 戦に持ち込まれ、4から3で勝利したボカが勝ち上がりを決めた。2月10日、クラブオリンポ戦でクランスーラ2012に初出場。4日後にはサモラ FC 戦に出場し、 同年のコパリベルタドーレスに初出場した。2月26日のニューエルズオールドボーイズ戦では、クラウスウラ2012での自身初得点となるボカの2点目を上げた。2週間後の CA インデペンリエンテ戦でも、ボカの2点目を上げ、さらにその2週間後の CA ラヌース戦でもやはり、ボカの2点目を上げた。41分のリケルメの得点により2から0リード、したが、 ボカは、後半に2失点して、ラヌースと引き分けた。4月18日に行われた、コパリベルタドーレスのサモラ戦では75分に、ダメ押しとなる得点を挙げ、この勝利で勝ち点を13として、決勝トーナメント進出を決定させた。決勝トーナメント1回戦では、ウニオニエスパニョーラと対戦し、5月2日に行われた、 ファーストレグでは25分に先制点を挙げ、90分にサンティアゴ・シルバの得点の起点となった。5月9日に行われセカンドレグでは、26分にフリーティックでフワ・ンインサウラルでの得点をアシストし、50分にパブロ・モーチェの得点をアシストしたほか、68分には自身も得点を決めてみせた。準々決勝ではフルミネンセ FC と対戦。 5月17日に行われたファーストレグでは51分にモーチェが挙げた決勝点の起点となった。5月23日に行われたセカンドレグは1から1の引き分けだったが2000合計2から1で準決勝進出を決めた。2012年6月3日に行われたコパアルフェンティーナ準決勝ではプリメーラビーナシオナルの CS デポルティーボメルロと 対戦したが、57分には直接、フリーキックを蹴ると見せかけた早いリスタートを行い、チームメイトとのパス交換でゴール前に侵入して、ネットを揺らした。試合終了間際の89分に追いつかれたが、PK 戦を5から4で制して、勝ち上がりを決めた。コパリベルタドーレスの準決勝では CF ウニベルシダで、チレを下し、決勝は、 コリンチャンスとの対戦となった。しかし、2試合合計1から3で敗れ、7月4日のセカンドレグ終了直後に現役引退宣言を行った。この時34歳であり、プレーする気力がなくなったことを対談の理由に挙げた。8月8日のコパアルヘンティーナ決勝は、リケルメ不在のまま行われたが、ボカは、ラシンクラブに2から1で勝利して優勝した。 2012年前半には、フリオセサル・ファルシオーニ監督との不仲が取り沙汰された。2012から13シーズン2012年10月には、オーストラリア A リーグのメルボルンハートや、ウェスタンシドニー・ワンダラーズ FC が、リケルメ獲得に興味を持っていると報じられたが、代理人のダニエル・ボロトニコフは、報道を否定した。2013年1月5日には、 メジャーリーグサッカーのチーバス USA 加入間近と報じられた。1月中旬には、ビアンチが再び、ボカ監督に就任したため、リケルメのボカ復帰も取り沙汰された。ブラジルの SE、パルメーラスへの移籍も噂されたが、パルメーラスのパウロ・ノブレ会長は移籍金の額や契約条件などを理由に、リケルメ獲得から手を引いた。1月26日、リケルメは、 サッカー界に未練がないことを明らかにしたが、1月下旬には、アルヘンティノスやティグレ加入の可能性が報じられた。2月3日には、ティグレのオファーを受け入れたと報じられたが、2月4日には、ボカ復帰に備えて、ビアンチ監督と接触していると報じられた。2013年2月8日、ボカ復帰が発表された。2014年7月、 ユース時代を過ごした AA アルヘンティノスジュニアーズに移籍することが決定した。2015年1月25日、現役引退を表明した。南米ユース選手権と FIFA ワールドユース選手権1995年8月、ユース代表監督に就任したホセペケルマンによってアルゼンチン世代別代表に招集された。1997年には、 ペケルマン監督によって南米ユース選手権に出場するメンバーに選出され、リケルメは全9試合に出場して3得点を挙げた。アルゼンチンは過去30年間で2度目の優勝を飾り、リケルメ、ワルテル・サムエル、パブロ・アイマールは記者選出の大会ベストイレブンに選出された。この優勝で同年のフィファワールドユース選手権出場権を獲得。 マレーシアで行われた大会では、アルゼンチン代表のキャプテンを務め、グループリーグ全3試合に出場した。初戦のハンガリー戦では50分に得点し、2戦目のカナダ戦では55分に決勝点を挙げた。最終戦のオーストラリア戦では88分に、PK を決めて3から3の同点に追いついたが、試合終了間際に失点して3から4で敗れた。 アルゼンチンはグループ2位で決勝トーナメント進出を決め、決勝トーナメント1回戦のイングランド戦では10分に PK で得点した。準々決勝のブラジル戦には2-0で勝利し、準決勝のアイルランド共和国戦には1-0で勝利した。決勝ではウルグアイを2-1で下し、アルゼンチンは3回目の優勝を飾った。 リケルメは4得点を挙げ、アルゼンチン代表は FIFA フ,フ,フェアプレー賞を受賞した。1998年5月にはフランスで開催されたトゥーロン国際大会に出場。U-20 アルゼンチン代表は決勝でフランスを破って優勝し、リケルメは大会最優秀選手に輝いた。北京オリンピック。 北京オリンピックのブラジル戦で PK を蹴るリケルメ2008年 U-23 アルゼンチン代表のセルヒオ・バティスタ監督は北京オリンピックに出場するアルゼンチン代表にオーバーエイジとしてリケルメの昇進を決定しキャプテンを任されたオーバーエイジ枠にはリケルメの他にハビエル・マスチェラーノとニコラス・パレハが選出されその他にはリオネル・メッシア セルヒオ・アグエロやアンヘル・ディ・マリアなどが出場した。8月7日に行われたグループリーグ初戦のコートジボアール戦2戦目のオーストラリア戦にはフル出場したが消化試合となった最終戦のセルビア戦には出場せずマスチェラーノがキャプテンマークを巻いた。準々決勝ではオランダに2-1で勝利し、準決勝のブラジル戦ではアグエロが2得点した後、 76分にリケルメが PK でダメ押しとなる3点目を決めた。8月23日、北京国家体育場に89,102人の観客が詰めかけた決勝でナイジェリアと対戦。1から0で勝利し、アルゼンチンはアテネオリンピックに続いて大会に連覇を果たした。1997年11月。 ダニエル・パサレラ監督によってアルゼンチン A 代表に初召集され11月16日 1998FIFA ワールドカップ南米予選最終節のコロンビア戦で試合終了間際に出場してデビューを飾ったこの試合はボカの本拠地であるラ・ボンボネーラで行われているリケルメはフランスで開催された1998 フィファワールドカップの出場メンバー入りは逃した。コパアメリカ19 1999年7月には、パラグアイで開催されたコパアメリカ1999のメンバーに選出され、背番号22番を背負った。なお、この時のメンバーには、ボカからリケルメ、ウーゴイバーラ、ワルテル・サムエル、ギジェルモ・バロスケロット、マルティン・パレルも、 ディエゴ・カーニャの6人が選出された。グループリーグ初戦のエクアドル戦では、試合終了間際までプレーし、3から1で勝利。2戦目のコロンビア戦には、フル出場したが、後半に3失点して0から3で敗れた。最終戦のウルグアイ戦にもフル出場して2から0で勝利し、アルゼンチンは、勝ち点6のグループ2位で、決勝トーナメント進出を決めた。 準々決勝のブラジル戦にもフル出場し、アルゼンチンは32分まで1の0でリードしていたが、最終的には1から2で敗れた。2003年4月30日、トリポリで行われたリビアとの親善試合で、代表初得点を挙げた。2004年11月17日、2006FIFA、ワールドカップ、南米予選のベネズエラ戦で、代表2点目を決めた。 2005年6月8日に、ブエノスアイレスで行われた、同予選、ブラジル戦でも1得点して3から1の勝利に、貢献した。同年10月9日に行われた南米予選の、ペルー戦では、81分に、PK で代表7点目を決めた。11月16日に、ドーハで行われたカタールとの親善試合で、代表8点目を決めた。 FIFA Confederations Cup 2005-2005 200年、ホセ・ペケルマン監督によって、FIFA Confederations Cup 2005に出場するメンバーに選出され、背番号8番を渡された。グループリーグ初戦のチュニジア戦では33分に PK で先制点を挙げ、2戦目のオーストラリア戦でも31分に PK を決めた。最終戦のドイツ戦では33分に、 同点ゴールを決め、アルゼンチンは、勝ち点7のグループ主位体で、決勝トーナメント進出を決めた。準決勝では、メキシコと対戦。延長を終えて1から1の同点であり、リケルメは、PK 戦の一番手として、キックを成功させた。アルゼンチンは、PK 戦に6の5で勝利し、決勝進出を決めた。フランクフルトのバルトスタディオンで行われた決勝の、 ブラジル戦にはフル出場をしたが、アルゼンチンは1-4で敗れて、準優勝に終わった。ブラジルのアドリアーノが、得点王とゴールデンボールを受賞し、リケルメは、シルバーボールを受賞した。2006FIFA ワールドカップ 2006FIFA ワールドカップの、ドイツ戦でのリケルメ2006年、ドイツで開催される 2006FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、 敬愛するディエゴ・マラドーナも背負っていた背番号10番を A 代表で初めて与えられた。グループ C にはアルゼンチン、オランダ、コートジボワール、セルビア・モンテネグロが同居し、死の組と呼ばれた。初戦のコートジボワール戦では、ハビエル・サビオラの得点をアシストし、93分にアイマールとの交代で、ピッチから退いた。二戦目のセルビア・モンテネグロ戦には、 フル出場して6から0の圧勝に貢献。アルゼンチンは、試合中に24本連続のパス成功を記録し、リケルメは、エステバン・カンビアッソの得点の起点となった以外にも、素早いリスタートで、エルナン・クレスポの得点の起点となり、国際サッカー連盟によって、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。オランダ代表戦は、スコアレスドローに終わり、 リケルメ自身は80分にアイマールと交代したが、アルゼンチンは勝ち点7のグループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。自身の28回目の誕生日に行われた決勝トーナメント1回戦ではメキシコと対戦。6分に先制点を許したが、10分にコーナーキックでクレスポの得点をアシストした。試合は延長戦までもつれたが、98分に マキシロドリゲスが美しいボレーシュートを決めて、アルゼンチンが勝利した。準々決勝では開催国のドイツと対戦し、49分にコーナーキックでロベルトアジャラの得点をアシスト。72分にカンビアッソと交代したが、その数分後に同点ゴールを許し、アルゼンチン代表は PK 戦の末に敗れた。自身は5アシストを記録し、 大会のアシストランキング1位となった。2006年には、アルフィオ・バシーレ新監督によって、アルゼンチン代表のキャプテンに任命された。ブラジル戦に0の3で敗れると、キャプテンのリケルメが強い批判を浴び、母親が体調を崩して2度も入院したため、何よりも大事なのは、家族と述べて9月13日に代表引退を発表した。この時点では、 通算37試合出場8得点を記録していた。コパアメリカ2007コパアメリカ2007のペルー戦でゴールを祝うリケルメイ2007年6月26日、バッシーレ監督によりベネズエラで開催されるコパアメリカ2007に出場するメンバーに選出された。グループリーグ初戦は招待国のアメリカ戦となり、アルゼンチンは4-1で勝利。 二戦目のコロンビア戦では34分にヘディングで45分に直接フリーキックで得点しアルゼンチンの勝利に貢献した最終戦のパラグアイ戦にも勝利し3戦全勝でグループリーグ突破を決めた準々決勝ではペルーと対戦し後半だけで再び2得点を挙げたほか61分にはメッシュの得点をアシストした 準決勝では招待国のメキシコと対戦し、45分にガブリエル・エーンセの得点をアシストし、65分には PK でダメ押しとなる得点を挙げ、3から0の勝利に貢献した。決勝ではブラジルに敗れたものの大会を通じて5得点を記録し、ロビーニョに次いで得点ランキングの2位となった。2010FIFA ワールドカップ2007から08シーズン序盤は、 ビジャレアルで礼遇されており、公式戦への出場はゼロだったにもかかわらず代表に招集されると、10月13日に行われた2010フィファワールドカップ、南米予選初戦のチリ戦では直接、フリーキックから2得点にし、アルゼンチンは最先良いスタートを切った。11月17日の同予選、ボリビア戦では再び2得点を挙げた。 2008年10月のマラドーナ監督就任後も中心選手の役割を担ったが2009年3月にはマラドーナ監督にテレビ番組でプレーを批判され監督との意見の不一致から代表引退を表明した2010年以後2010年夏にはセルヒオ・バティスタ監督が就任しリケルメの招集に前向きな発言を残したが2011年7月に 解任されるまでに代表復帰には至らなかった。2011年7月には、アレハンドロ・サベーラ監督が就任。2011年8月、サベーラ監督は、初再配試合となる、スーペル・クラシコで、ラス・アメリカスのブラジル戦に向け、国内リーグ所属選手のみで構成された、アルゼンチン代表に、リケルメを招集した。約2年ぶりの代表復帰となったが、 クラブの試合で負傷して代表を離脱した。2019年12月に行われるボカジュニアーズの会長選挙にはマウリシオ・マクリゼン会長の副審である現職のダニエル・アンジェリッシュ会長とその対立勢力である元会長のホルヘア・モール・アメアル元副会長のホセ・ベラルディの三者が立候補していた。マクリゼン会長とその側近であった原子高部との 確執から引退後は、ボカジュニアーズと距離を置いていたリケルメは、アメアル支持を表明し、アメアル当選の暁には、第二副会長として入閣することが内定し、アメアルジミエとして選挙戦に関わった。かつてのアイドルであるリケルメを擁する、アメアル派は、 急速に支持を伸ばし、またアンジェリッシュの後ろ盾であったマクリも2019年10月28日のアルゼンチン大統領選挙に敗れて退陣していたことも追い風となり、12月8日の会長選挙で52.8%の支持を得たアメアルが当選を果たした。新会長にはアメアルが就任し、第一副会長にはジャーナリスト兼プロデューサーのマリオペル号に、 第二副会長に、リケルメが就任した。一男二女の父親である。憧れの選手は、ディエゴ・マラドーナとジネディーヌ・ジダンであり、パブロ・アイ・マールと仲が良い。ラテン音楽であるクンビアを愛嬌している。ゴール後には、トッポジー・ジョポーズのゴールパフォーマンスをする。このポーズの由来には、娘が好きだからという説と、ファンの声が聞こえるかという説がある。僕は在籍時には、 マウリッシュをクリ会長と対立しており、後者の説は、ファンは自分の味方であるとして、会長を挑発しているというものである。ありがとうございます。